こんにちは、YouTube 子です。今日はですね、この基本はここだを使って偏差値30から60まで伸ばす、そういう勉強法をお話しようと思います。で、この参考書プラス、まあ単語帳はね、一冊必要かなと思うんですが、この教材を使ってガツンと成績を伸ばす方法をお話しようと思います。僕は入門英文解釈技術70を推している人間ではありますが、結構この参考書を使っている人も多いので、この勉強法を初めて話していこうかなと思います。構造としては左上に例題があり、そして解説が施されていると。非常にこう詳しい解説が載っている参考書です。一文一文の例文の単語のレベルに対して高くはないですが、英語を読むための英文解釈、ほぼ全ての必要な項目が網羅されているかなと思います。あんまり単語力が身についてなくて、でももう中学レベルは終わっているという人は、非常にこの参考書取り組みやすいからいいと思います。で、この参考書の目的としては何を持つか。ってことが非常に大事です。この参考書の目的、これは何かというと、左上の例文がすらすら訳せる。これが明確な目的ですね。この目的を果たすために、どういうふうな手法をやっていけばいいのか、大きく3つのプロセスに分かれます。まず最初にやってほしいこと。まずこの例文を紙に訳しましょう。単語は分からなければ辞書を調べて全然いいですし、とにかく紙に訳を書くということが第一ステップです。もう裏紙に書く。全然それで OK です。あるいは、ここの下に訳を書いてもいいかもしれない。こういう黒ペンで書いて間違ったら赤ペンで訂正する。そういう手法でも全然いいです。第2ステップとしては解説を読み込んでいくと。で、ここを読んでいくと、まあ自分の訳が合ってるかどうかこの赤いところでわかりますし、間違えた場合になぜ間違えたかっていうのもよく理解できると思います。訳を書いて理解する。このワンツーステップがこの参考書を習得していくための下準備ですね。で、最後のステップ。これが非常に大事です。この例文を音読しましょう。音読していくときに、目安としては、1日1つの例文を5回音読し、それを6日間、合計30回音読しましょうと。それが1つの目安です。でも回数が目的ではなくて、スラスラ訳せるところまでやる。これが非常に大事なポイントですから、そこだけは履き違えないでください。この例文の音読の仕方っていうのが非常に大事で、SVOC ごとに区切って英語、日本語の順で音読していくのが一番いいと思っています。実践してみようと思いますが、もう一つ注意していただきたいのは、一つの例文5回以上なので、別に10回でもいいんですね。とにかくスピーディーに訳せるところまで音読するぐらいの気持ちで毎日やっていくことが大事です。まあ一つの例文30回音読すればいいんでしょうと。じゃあ1日30回音読したるわ。これもあんまり良くない。やっぱり人っていうのは寝てる時に記憶っていうのは作られていくので、睡眠を重ねていく、これを重要視している方法です。睡眠があってこそ勉強っていうのは形作られていくんですね。ではね、早速実践してみたいと思います。I saw him walk across the road. こういうふうに一気に読むんじゃなくて、I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、ロードを横切って。っていうふうに日本語、英語で言うのはもちろん SVOC で区切っていきました。これを5回音読しましょう。I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、ロード横切って。I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、ロード横切って。I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、道を横切って。I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、ロード横切って。I、私はそう見た。him、彼が walk 歩いてる。across the road、ロードを動いてる。こんな感じでどんどん音読していただきたい。この方法の一番のポイントは何かっていうと、まず理解しましょうということです。訳を書いて解説を確認した。この理解をして暗記しましょう。これが非常に大事なポイントです。で、この参考書を一冊仕上げるのに、まあ早い人で、まあ2週間。まあ3週間がとってもいいでしょう。まあ2週間であれば、1日25ページぐらいを目安に進めていくと、6日で一通り終わります。そしてもう1週間復習していく。そういうイメージでやっていただくといいと思います。やっぱ1日例題5回音読しなきゃいけない。しかも毎日繰り返さなきゃいけないってことは、結構なね、時間がかかることもあります。先に進めるのが難しければ、そこで止めてね、復習重視でやっていただくことも、この参考書の非常に重要なポイントです。これをやった後は、英語長文、英語読解の方に入っていっていいと思います。慶応とか京大などの難関大学で解釈が難しいのを出すところは、この続編のポレポレ英文読解プロセス50をやると非常にスムーズかと思います。慶応とか京大の人はポレポレやった後に英語長文に入っていきましょう。それ以外の人たちはもう早速英語長文に入っていいかなと思います。今この参考書でうまく勉強が進められないとか困っていることがあれば、この動画のコメントにぜひ相談いただきたいと思います。今日は以上です。今ですね、この YouTube 備考の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は、
偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法というこのね電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データ渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パンと、ね、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね全12校の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんから登録をお待ちしてます。